今回に関しては、このね、ヤクルト戦2試合と、2試合じゃないかな、27日のヤクルト戦を、とりあえず監督プレイして、28、29、30、1日、2日に関してはね、結果を見るでね、終わろうかなと、思います。お、すごっ。めちゃくちゃリーチじゃん。行こうぜ、近本50盗塁、テスト30盗塁、中道ちゃん10勝。名対比にしようや。てか中道ちゃん10勝ね、なんとかお祝いしたいな。中道ちゃん、よくないな。危ないな。あ、行くな、これ。はい、おもんない。はい、おもんない。次。おもんない。おもんない、おもんない。はい、OK。素晴らしい。はい、まず近本が達成と。あとはテストと中道ちゃんやな。テストと中道ちゃん頑張ろう。テストの30盗塁は見たいな。いいね、こんちゃん。でもテスト30盗塁したの多分もうリアルだったら、トリプルスリー以来してないんじゃないかな。じゃあ曖昧だけど。まあそんなことねえか。なんか盗塁だけは30盗塁いったみたいな時期あったか。こっちかならいけんじゃない。ナイス。はい、余裕。素晴らしい。素晴らしいです。バントはしません。まあ、もともとする気ないけど、中道ちゃんバントできないっぽいから。ね、打てるしね。うん。バントしなくても繋げるからな、中道ちゃんは。そう。ミート F だからな。しかフォアボールあるかな。あー、まあまあでも、帰ってこれる。セーフじゃないか。あ、しかも押し出しないか。高梨やるね。はい、でもナイス。素晴らしい。いいね。いいよ、いいよ。こうやってやっぱ1イニングずつね、1イニング1点取れば9点ですから。まあ、ここ甲子園球場なんで8点なんですけど。まあね、もう、1イニング1点取ればね、試合終了までの間に8点は取れるから、そうすればね、大体の試合勝てるから、こう1イニング1点大事よ。コンちゃんも10本来てえな。あ、やらしいね。やらしい。ナイスナイス。はい、ともや。はい、ともや。ちょっと高津監督が変えないとな。ちょっと高梨も、球数かさんでね、この回捉えられてるから。高津監督のミスだな。変えてあげなかったから。もう2点タイム打たれてるもん。でかいの打とうや。ちょ、危ねえって、おい。ヤクルト、おい。高津おるんか、ベンチに、おい。高津ベンチおらんやんけ。おい。攻めた結果か、それ。なあ、攻めた結果って言うんだろ、どうせまた。高津おらんやんけ、ベンチに。ふざけんなよな。もともとお前らのチームだろ、サンタナって。ああ、もうヤクルト出たらそうするんだ。あ、ないんだ、そういう。まあ、昔ね、よくしてもらったから、ね、別のチーム行っても仲良くしようとかないんだ。ああ、呆れたわ。潰しに来るんだな。優勝できなかったから、つって。ああ、呆れた。ダメだ。これ、桐敷最後まで行くか。桐敷いいよ、本当に。いや、本当能力の割には頑張ってるわ。いや、あ、入るな、歓声上がってるわ。しゃあない。次。しゃあない。行ってもらうしかね。ナイス。十分。あのお姉さんも握手してたな、裏の。あのお姉さんと同じ拍手してたわ、俺。こうやって同じ拍手してた。この画面よ。素晴らしい。テストの30盗塁は嬉しいです。普通に。打率こそね、やっぱ、あの頃の鉄道と良くないし、ホームランも出なくなったけど、久々の30盗塁よ。これでいいんよ。サンタナー。あ、右京。ちょうどいいな、右京。右京ちょうどいいやん。ちょうどいいタイミングで右京来るな。
ちょっと、ね、俺が見てない試合でちょっと結構負けてきてるから、そこどうにかしてほしい。頼むヤギ。あいさつ。ヤギ。ヤギ。テルワキ。ヤギ。ヤギ16勝、テルワキ25。いいな。ちゃんとゲーム内でも20本達成したな。和田くん1安打3盗塁いいな。どういうこと？どういうこと？ゲッツー崩れとかかな？フォアボール選んでないもんな。1安打3盗塁。チカーンもチカーンも。チカーン。チカ何日？チカ当てられてないあいつらに。ヤクルトのやからに。おい。チカ当てられてんじゃねえの？チカーン。許せねえよ。あいつら、ふざけるなよな。ああ、ゼフ長か。頑張れ、阪神タイガース。頑張れ。もうあと1敗しかできんやん。あ、乗り元が負けか、全部の。ああ、テストいいね。乗り元がな、ちょっと。化けの皮が剥がれてるな。高部0安打か。いや、まさし絶好調だしな。野手も調子悪くないし。ちょ、行ってほしいな。頑張れ。阪神タイガース。阪神タイガース。まあ、エスコバーはしゃあないな。ちょ、エスコバーは別にこれまで0点台だから、まあもう文句言えねえよ。いや、まあまあ、これでいいか。頑張れ。阪神タイガース。頑張れ。はい、論外。雑魚やんけ。まあ、大山だけやん。100勝できるチャンスあったのにさ、情けねえな、もう。小笠原君にやられた。情けねえな、もう。100勝いかないといけないメンバーつっただろう。しょうもない。3連敗とかもこのメンバーで3連敗とか論外だろう。ちゃんとやれよな。おい。このメンバーで3連敗でふざけんなよ。なあ。どこに3連敗する要素あるか。なあ。言い訳してみろ。貯金53、優勝しました。チーム今92勝してます。関係ねえよ。3連敗するチームじゃねえんだよ。まあいいや。頑張れ。阪神タイガース。雑魚やなぁ、おい。切り式やないかい。なぁ。中継ぎ総崩れやめな。なぁ。中継ぎ総崩れしすぎじゃないか、お前ら。中見ちゃん知ってん。ああ、もうやっぱ切り式もダメか。やっぱ化けの皮剥がれるか。で、東条エスコバーが失点と。右京ももう強くなってるからな、言うて。ただ、右京一花咲かせてよ。もうこれで阪神最終年なんだから。見たいよ、右京の活躍。頑張れ、阪神タイガース。ナイス。森がタイムリーを打って2点を先制。中野にタイムリー。青柳な、まあ、青柳様々だな。うん、青柳様々です。近本2安打、中尾2安打。あ、右京1安打打ったね。いいね。ダルビッシュがシーズン200奪三振達成。中年の星、ここに大きな仕事をなす。ダルビッシュがシーズン200投球回達成。中年の星。まだまだ健在ぶりをアピール。中年の星って言われるんだな。ただ、そんな中あるな。ダルビッシュ、ナイスピッチも、点。負けてます。中日ドラゴンズ負けてます。200投球回、11勝12敗。200奪三振も、200奪三振、200投球回なんかもう、ご立派すぎる成績なのに。防御率 1.83。11勝12敗です。もうあれだけ打ちに来いつったのにな。うちに来てたら15勝はできてるわ。OK。
頑張れ、阪神タイガース。はい、最後駆け抜けようぜ。則本、まあ右京、帰ってきた則本が。戸郷から打った右京、やるね。このままでいいな。すげえ楽だわ。あ、結果得てこんな楽なんだな。すげえ楽だ。行こう行こう、もう行っちゃえ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 、頑張れ頑張れ頑張れ、阪神タイガース。ナイス、これで95勝か。まさしいね。八川さん、おー、しかもあれじゃん、5回ギボちゃん、7回ギボちゃん、ギボちゃんヒーローじゃん。しかも岩崎30セーブ。これでかいな。じゃ、結局オーダーはこのままかな。うん。頑張れ、阪神タイガース。ナイス。もう100勝達成できなくなったと思ったらあれだな。もう一気にさ、一気に勝つやん。100勝の重圧から解き放たれて。義母のタイムリーいいね。西純也のスクイズ？頭使うね、矢野阪神。てか、なんか接戦拾ってんな。ここ最近。おもろいことするやん。行こう、小沢。俺は小沢信じよう。もしか村上くんがワンチャン？あー、好調か。村上くん行くか。山強くねえんだよな。あんま強くないからな。もう小沢で行くか。いいんじゃないですか。コンちゃんと森ちゃんは気がしやすいから。やめよう。頑張れ、阪神タイガース。ナイス。マジで100勝、100勝が無理ってなったら一気に勝つやん。小沢いいね。8回3分の1で投げて1失点。右京。まあ、監督プレイ27ちゃって、まあここでね、しっかり勝って。で、28からずっと結界結界って飛ばしてきて、まあ28は良かったんだけど、まあ29、30、1日、2日とね、まさかの4連敗。監督はね、かなり、怒り心頭だったんですけど、なんかよくわからんけど4日ぐらいからは、なんか接戦をね、なんか拾うようになって。5対2だの、3対0だの、2対1だの、3対1だの、ね、こう、拾うようになってね、またなんか4連敗からの5連勝ということで、次回ね、監督プレイして6連勝で、今シーズン我々は終われればなと。